ご主人、ダメなキャットを許すがよい。カカオマスを切っていると涙が止まらぬ。愛とは甘く苦くカレーにも使えるもの、つまり玉ねぎのようなものなのだな。だが結局は私の勝ちと愛になった。このスペシャルな一品を受け取ってほしい。そしてこのあからさまな造形について感想を聞きたい。うむ、まさに私を食べてと言わんばかりのチョコなのだな。ところでご主人、私以外の卵からチョコとかもらってないか？もらっていたら第三次大戦勃発、卵を殺して卵も死ぬという新機軸のドラマが始まるのだが、よし、その気配はなさそうだ。しかし他の女子からのチョコはほどほどにな。キャットは寂しさがアップするぞ。